谷口安三郎は、日本の政治家、産婦人科医また医学者、元熊本県立医学専門学校教授、元久留米大学長、日本医師会会長、参議院議員。不良な子孫の出生を防止するとして、大田天霊、加藤静に一時提携を持ちかけながら、その影響を排除しつつ、福田雅子等と共に、優生保護法の成立に深く関わった。また、 熊本県におけるハンセン病患者隔離政策の中心人物である。1883年8月13日、香川県水戸予分大野原町に生まれる。1902年に私立熊本医学校を卒業。県立熊本病院の産婦人科に勤務した後、陸軍の三島軍医として日露戦争に従軍する。熊本病院に復職した後、1909年に 母校の熊本医学専門学校で助教授となる。ドイツへの留学を経て、1915年に教授へ、昇進し、医学博士となる。1931年から熊本市医師会長、翌年から熊本県医師会長を務め、1939年、熊本県で夫人を中心に詳細な人的、資源調査を行うなど、人口増強の理念に根付いた。 人口政策にも影響を及ぼした。戦後は一転して、優勢学に基づいた、三次制限の立場を取ったため、反対派からは二枚舌を使うと批判された。1947年には、第1回参議院議員通常選挙に、日本新歩党から出馬して当選し、参議院議員として、社会党議員から立法の主導権を奪う形で、優勢保護法を提案した。 谷口は国会において、精神病患者や先天性視覚障害者の増加、さらには不老児の8割が低能児であるとして、逆淘汰の脅威を訴え、防止策として先天性の遺伝病者の出生を抑制することを主張した。逆淘汰について、谷口は1939年1月発行の維持抗論死において、否認法は一般に経費の関係上、 下級者、貧困者に行われずして客手、中流以上の有識者に乱用せられ、ひいては国力の限界を来たすに至ると主張し、優勢的な出産管理をしなければ、下級者、貧困者の人口ばかりが増えると述べている。優勢保護法は、ハンセン病を感染症ではなく、遺伝病とする、誤った理解の上に、患者について、大収容所の所長が、 その収容者に対して子孫への遺伝を防ぐために、そのものの生殖を不能とする必要を認めたときには、強制断子の対象とし、さらに、悪質な病的性格、主性中毒、病弱者、多産者、貧困者を任意断子の対象とした。哲学者の森岡正弘によると谷口には、はっきりした優生思想があり、優生思想と母体保護が結びついて、提案に至った。 また、熊本日日新聞論説委員の泉淳は、ナチスドイツによる優勢思想の影響を指摘している。なお、谷口自身は、優勢保護法提案の理由を以下のように説明している。第3の対策として考えられることは、3、事後制限問題であります。しかしこれはよほど注意せんと、子供の将来を考えるような比較的優秀な階級の人々が、普通三 事後制限を行い、無自覚者や低能者などはこれを行わんために、国民素質の低下すなわち、民族の逆、とすぐるが現れてきたる恐れがあります。現に我が国においてはすでに逆、とすぐるの傾向が現れ始めておるのであります。優生保護法成立後、優生保護法指定医師の団体、日本母性保護医協会を1949年に結成し、谷口は、 同法の改定にも深く関わることになる。1949年5月には、谷口は、郵政保護法に、経済的な要因を新たに加えた案を提出した。1950年に、参議院決算委員会委員となる。第2回、第4回の参議院選挙でも当選し、1952年に、厚生委員会防止福祉に関する小委員会の委員となる。 1955年に参議院社会労働委員会委員、1961年には同委員会委員長に就任した。また、1950年から1952年まで日本医師会会長を務める。1953年、久留米大学第二大学長に就任した。学長だった久留米大学内には谷口や三郎の銅像がある。ありがとうございます。